この九十山岳合唱大会は日本学生航空連盟などが毎年開催していて、今年は関東や関西、それに九州各地の19大学から航空部員36人が参加しました。競技は竹田市にある標高800メートルの九十滑空場からグライダーで離陸。着陸するまでの滞空時間や飛行した高度などをポイント化し、総合点を競います。参加者は九十山の斜面に発生する上昇気流に乗ろうと、地上にいる仲間と協力しながら、日頃から培った操縦技術を披露しました。大分の花公園とかの綺麗なところも見れるし、まあ阿蘇とかの綺麗なところも見れるし、すごくいい景色で最高ですね。鳥になった感じがします。明日飛ぶときはしっかり頑張って長く飛べるように頑張ります。競技は明後日まで行われ、成績の良かった上位6人が表彰されます。